韓国さんの次期大統領の候補に激しい対日姿勢をとり、韓国のトランプとも呼ばれている人物が上がってきているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。韓国の次期大統領候補をめぐる世論調査で、過激な発言から韓国のトランプと呼ばれるイ・ジェミョン京畿道知事の支持率が首位を独走してきたイ・ナギョン前首相に迫り、二強の構図になってきた。両者は与党ともに民主党に所属するが、一時は厳しい対日姿勢を取る一方、イ前首相は元東亜日報東京特派員の経歴を持つ知日派。日韓関係をめぐる論戦が今後激化する可能性がある。世論調査機関リアルメーターが20日発表した2022年の大統領選候補に名前が挙がる人物の支持率で、イ前首相が 23.3% で首位を維持したが、2位のイ知事が 18.7% と急伸。6月の調査では、イ前首相が 30.8%、イ知事が 15.6% と2倍近い大差だったが、5ポイント以下の僅差となった。イ前首相は、10日未明に遺体で見つかったパク・ウォンスンソウル市長が、元秘書の女性からセクハラ容疑で告訴されていた問題の発覚後、女性を保護する姿勢を示すのが遅れ、世論を失望させた。一方、一時は貧しい家庭で育ち、工場で働きながら高校卒業資格を取り、弁護士となった。庶民の英雄として熱狂的な支持者を得て、日本が軍事的な適性を解消していないなどと決めつけ、日韓の軍事情報包括保護協定 GSOMIA や慰安婦合意に反対してきた。18年の知事選をめぐり公職選挙法違反に問われたが、16日に最高裁で無罪判決を受け、大統領選出馬に法的な支障がなくなった。両氏はいずれも与党内でムン・ジェイン大統領と距離を置く非主流派だが、イ前首相は党内基盤の強化のために8月下旬の党代表選への出馬を表明している。代表選では元徴用工訴訟で賠償を命じられた日本企業の韓国内資産の差し押さえや GSOMIA 延長の是非などが争点となる公算が大きい。イ前首相が日本に配慮して不明確な態度を取れば、一時が批判を強め、歴史問題で日本に厳しい主流派にも支持が広がる可能性もある。それではネットの反応です。ほんまもんやな。韓国大統領の末路知ってんのか。知日派って洋日であって、日本の敵には変わりない。反日には変わりはないんだから、過激な反日政策の競い合いはどうか。日本はどっちでもいいよ。もう半島は見放しているから、どうぞどうぞ、何でも好きにやってくれい。どうせ中身は同じ反日だから、分かりやすくて報復もしやすいイ・ジェミョンの方が日本に好都合だろう。反日を売りにするのは無能の証だから大歓迎。ということで、ムンさんの任期が終わった後がちょっと心配になっていましたが、一時が出てきたことでちょっと安心材料が出てきた感じでしょうか。どちらも反日でしょといったコメントもありますが、ただの反日に用事はないんですよね。しっかり言うことは言って、やることはやってくれる人でなければ日本としても困っちゃいますよね。ムンさんもあれだけ日本に対して強気な発言をしてたにもかかわらず、年末には日本に対してペコペコしだし始めていましたが、日本としてはそんな大統領は求めていません。その点、韓国のトランプと言われるくらいなのであれば、そんなこともないでしょうし、十分期待できるんじゃないでしょうか。ですが、記事中で公職選挙法違反の疑いで無罪とありますが、他にも4つの罪で起訴されていた過去があるようです。ですので、この人がもし大統領になっても歴代大統領と同じ道をたどる可能性も高いのかなと思っちゃいました。無罪になったとはいえ、そんな人は叩けば叩くほど誇りは出てくるでしょうしね。とりあえず韓国さん、もう少し名前のバリエーション増やせませんか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。